アウディは電動 SUV の E トロンを改良して、航続距離を延長し、加熱する市場での競争力を強化する計画です。主力の電動 SUV にてこ入れ。アウディは2022年後半のモデルチェンジで電動 SUV の E トロン及び E トロンスポーツバッグに新世代のバッテリーを搭載し、航続距離を延長する計画だ。このアップデートは、 少なくとも2025年まで同モデルの寿命を伸ばすことを目的としており、その後、98E トロンと呼ばれる可能性のあるニューモデルに置き換えられる予定だ。新しいバッテリーに加えて、より効率的な電気モーターとエネルギー回収能力の向上などを実現する電子システムが搭載されるアウディ社内の関係者の話では、 このパワートレインの改良により、航続距離は両モデル共に 600km 以上になるという。一方、現在使用している 95kWh バッテリーの最大航続距離は 400km だ。96E トロンは、後継ではないアウディの EV シリーズ最初のモデルである E トロンと E トロンスポーツバッグは、英国では、 それぞれ2019年と2020年に発売された、もともとアイスモデルのために開発された MLB プラットフォームの改良版をベースにしており、完全に EV に特化して作られたものではなく、本質的に妥協したものになっている。両モデルは、アウディとポルシェが共同開発した新しい EV 専用の PPE プラットフォームをベースにした 96E トロンの登場が待たれる中でのアップデートとなるアウディの幹部はオートーカーに対し次のように語っている SUV の E トロンと E トロンスポーツバッグについてはフェースリフトが行われます。両モデルとも競争力をさらに高めるためにいくつかの技術的なアップデートで大幅に強化されます。 今年4月に上海モーターショーで存在が確認された新型 96E トロンは2台の後継モデルになるのではないかと言われていた。しかし、96E トロンは通常の SUV とクーペ風のスポーツバックスタイルを導入する一方で、現在の E トロンよりも小型であるとされている。今回の情報提供者は 96E トロンは イートロン及びイートロンスポーツバッグとは異なる市場セグメントで競合します。サイズは現在の Q5 とほぼ同じですが、専用のプラットフォームを採用することで Q7 と同様の室内空間や積載スペースを確保することができますと述べている。さらに、来るべき電動ポルシェマカンと並行して開発されている。 96E トロンは2023年の発売を予定しているという。